あれだ。じゃあ王道のソースマークソースのコーン1つずつお持ち帰りで、はい、1550円でお渡しします。ありがとうございます。ありがとうございます。1550円いただきます。え？これ何分ぐらい？40？うわーって。やば。めっちゃ好きです。なんで泣いてるの？マジで？ごめんね。家にツイートしてる。あっと思って。今何歳？今18になりました。高三？高三です。何で来たの？電車です。カタカナで人とせ。なんか電話で話したことある？あるよね。あります。しんどい相談室でお世話になりました。あれ結構最近じゃなかった？はい。あれ？大阪出身？こんな急に言って来てくれるんだね。ありがたいね。いつぐらいから聞いてくれてるの？あ、じゃあもう3年4年ぐらい。ネギソースでーす。かけちゃいまーす。見て。どう？マヨネーズつけます。いただきます。うまいねー。練習でやってみる。おっ、ギター？それ、オリジナルとか。え？曲何曲ぐらい？ 40？ 未確認フェスティバル応募してる？去年とかに。アーティスト名 MIFU。一人の少女が来てどうしようか迷った末、過ぎました。次は一人の青年が立ち止まり、耳に刺さるイヤホンを外し何かを、あなたは友達とイヤホンで結んで行ってしまいました。あれ？いや、もう一心不乱に来てくれんじゃん。何歳？いや、19です。大学？専門学校2年。今年、ラジオネーム、滝坊用で一応やって。いつから聞いてくれてるの？高1。え、専門は何の専門って言うの？ロボット機械の専門って言ってます。めちゃめちゃかっこいいな。いやいや、将来何になるの？将来は設計やってみたいな。あー、すごいね。え、今、高2になったの？高3か。受験？なんですけど、転校しました。え？高3。え、つい最近ってことね。え、理由は聞いている？はい、保健室にいて、そこから授業を受けに行くっていうのがあったんですけど、それだとやっぱりなかなかこう大学進学したいんで、勉強もそんな満足にできないかなっていうのと、やっぱりしんどい気持ちを抱えながらっていうのは家でもやっぱりあるので、そしたら心機一転、他のところで単位生なんですけど、行ってちゃんと勉強して目指すところに行こうかなって思って。え、それいつから始まる？再来週に入学してるけど遅くて。ああ、もうちょい今あるんだ。でもちょっと緊張するんだよね。なんか無意識のうちにストレス感じたり。そうだよね。で、行ってしまってさ、始まってしまえばさ、まだそっちの方がいいかもしれないね。そうです。どう今の気持ちとしては？今はでも結構すっきりしてて、スクールオブロックであの時も1月に乗っていただいて、それもあったし、その時にはもう多かった転校するって決まってたんですけど、なんか背中を押してもらったので、今はすごいもう受験に向けて頑張ろうって。うん、聴けるときは聴いてほしいですけど、全然無理しない。座ったらそうなっちゃうからやってみてください。うわーって後ろの後ろまで勇気出してうわーって言って言って言ってうわーって、そうそうそう、はいはい、うわー勇気出してうわーって後ろまで後ろまで後ろまでうわーって言って、みんなでこうだよ、うわーってほらみんなうわーってうわーバンうわーって、あ、なんかお菓子もあんじゃん。みんなでやりましょうよ。やりましょう。職員の皆さんも。うん、せーの。ブルボン。いやいや。大阪でこうやって集まれたのも何かの縁だと思うので。いいね。乾杯。いや、いい。今のいいよ。はい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。またね。バイバイ。元気で。じゃあね。こういったあたりの右手にあるってことね。恥ずかしいことないから。来るよ。あ、めっちゃいい。ずっと俺と平手寄りになって書いてる。ああ、ベリー。やば。すごい。こんにちは。こっちに集まりますか。やば。こっち来れます。いいっすか。おお。こんにちは。あ、わら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 。あ、出た。去年の1年前と同じじゃん、状況としては。そうです。横並びにして。こんにちは。こんにちは。どうしたどうすか。元気ですか。元気です。元気です。何のこっちゃわからない。あ、本当ですか。あ、今日ライブ行くんですか。あ、何年ぐらい付き合ってかっこいいよ。ハードロックとかそういうね、コーンが大好きだけども、いえ全然。下にちゃんとケヤキがいるってことですね。いつぐらいからお好きなんですか。いやっていうか紅白で普通に使われた時ぐらいだから、それで何これって思って。うわー一からずーっと3週間ぐらいずっと見て。めっちゃマラソンしてるじゃないですか。ガンハマりして。スクローブロックも。一回ぐらいグワーって聞いてめっちゃ好きです。ありがとうございます。めっちゃ好きです。花のないこれを私に来たのよ。遠山校長、今日大阪来てるんですけど、関係者席が空いてるかどうかってまだ決まってなくて、今から結果届いたので発表してもらおうと思います。これマジで俺知らないですから。こっちから来てもらって。どっちでもいいんですよね。そうです。どっちでもいい。でも来ることに意味があるわけです。見れなくてもいい。まあそれ見るに越したことはない。連絡来まして、はいおお校長先生、はい。バンバン見れます。おお。すいません。なんで泣いてる？泣いてる意味がわからない。中に入ることができない皆さんの気持ちはもう重々承知しておりますので。申し訳ない気持ちとともに、ちゃんと責任を持って回ることですけど。でもう一回聞きますけど、なんで泣いてるんですか。いやそのスイッチが全然なんで。いや本当良かったな。良かった。いやありがたい。忘れない。この黒い羊コスチュームのあなたを忘れない。俺たちが大好きな欅坂、前人未到の地平を目指せ、どこまでも進め振り返るな、傷つきながらも前だけを見ろ。あれ？またじゃあ3週目に会いましょう。あいさん。おお。おお。これも散ってくるみんな。おお。あれだ。なんとかまさかの奇跡の事態が起きまして、なんで泣いてる中で見させてもらうことが可能となりました。なんで泣いてるんですか僕は偉そうなこと言えませんけども、皆さんの気持ちも、どこか背負うという気持ちも汲んでですね、めっちゃ好きです1周年2周年3周年目、今回も全て受け取らせていただこうかなと思っております。本当よかったなもうすでに緊張しております。もうそろそろ開演です。本当よかったな行ってきます。どうでした？いやー、めちゃめちゃすごかったっすうわ、食らったーみたいなのがやっぱ主だったんですよ、欅を見た後の感情としては。今回はね、まさか大阪まで来ちゃうとは、欅のアニラを見たいから、運転片道6時間。